シャスタ・デイジーは、キク科フランスギク属の園芸植物である。シクラメンの改良などで知られる、アメリカの著名な育種家ルーサーバーバ,ーバンクが1901年に発表した、観賞用植物。後輩親は、マキシマムシーマキシマムや、英語名を、オックスアイ・デイジーともいうフランスギクシービルガーで、その後さらに日本のハマギク、ニッパナンソメムニポーニカムイコールーニポーニカムなどとも、 後廃がされ、改良が続けられた。名称は、アメリカカリフォルニア州にある、シャスタ山にちなんだものである。体幹性の常緑多年草で、根症葉はヘラ型、枝につく葉は五星して、長円形で、表面は、新緑色で光沢がある。草丈は1メートルくらいになる、高生種が基本であるが、30センチメートルくらいの Y 生種もある。 花は5月から6月にかけて開花し、直径5から8センチメートルくらいの登場花で、環状花は黄色、または高褐色、絶妙花は白で、コントラストが美しい。家庭の花壇や切り花用に用いられる。普通は9月頃に種まきして育てる。苗床を作り筋巻きにし、種が隠れる程度に複土する。一度間引きをし、十分な大きさになったら、 20センチメートル程度の株間に植え付ける。冬でも半日程度日が当たる、排水の良いところに定食する。ありがとうございます。